ドキーズ。ダイエット企画中なのにお寿司をいっぱい食べたいと聞きました。成功期間でね、16皿食べようっていう話をしてたんですけど、大食い企画を始めたいと思います。普通に大食いやっていいんですよね。ジャン巻きうどん結構腹いっぱいになる。まず腹溜まってない。とりあえず30ぐらいいっとけばあんぱいな。超えられないためマラソン最後から追いかけてみる。そうだよね、さすがにかマジできつい。はじめ意外とでも追いつかれてきてる。全然美味しくてないじゃん。でも今食べてるのさ、ね、そう、ポンって言ったら多分あれみたいな。味の天握り誰これ飲んだ。お前だよ。楽しめそうだ俺。え、天ぷら行くこのご飯で。いや、これ食べたのめっちゃうまい、めっちゃうまい。攻めるね。これ攻めだよね。あ、決めたばめっちゃ美味しい。もうだいぶ前から美味しいって感覚はないけど、ね、そこまで言ってない。なんか美味しくないっていうか、シンプル飽きた。ガリバチ見つめてる男がいるんだけど、あんま触れんかったら思わないから。でも、そう、俺もそれ思ってるから、ね、俺が食べないといけないんだよ。 そんなことなんか気にすんだよな。俺らの人に自分との戦いやん。でも美味しい。美味しいけど、やばいね。ガチじゃん。まあ言うてんな。戦いに来るんかも。こんなのやばい。こんなもんじゃなかったよな。4番の方がちょうどな。ちょっとマヨネーズでかさましようとしてんやん。なんかさ、トイレ行きたいけどさ、今行ったらもう負けずに遊ぶ。この回転機で走ってきて浮くような気がする。もう一ちゃんするのか。はまけないな、もう一ちゃん。もえちゃんハマってる。え、こんなさ、これあるやん。何杯あるやん。びっくりした。これ食べたのにかけて。もう目までおかしくなってるんだよ。一人だけタワーのドラムちゃんとか。あいつ40いくで。40やん。行こうと思ったらね。行けよな。いやね、せっかく痩せたのに腹やばい。よく見ワード。焼き海苔9枚かじったらさ、人さん入る。絶対やばい。絶対こいつだってくれ。でも、どうなんだろう。俺はいいと思うけど。え、もう何食べたらさっぱりするのか分かんない。味に飽きる。いろんなもの食べてるんだけど、普通。アート司会が入れたんだけど、今日晩ご飯何食べたらいいって言って指定された分だけ食べるよ。やるね。1回ぐらいやってる。一番きつかったら、昨日初からの次の日の初って言ってた。分かっとるやん。昨日何食べたっけって言われて、とんかつって言ったら、じゃあ今日もとんかつ。バンザイドンキーズ。うわ、もう白旗が頭よぎった。マジでちょっとやばいかな。頭の中でずっと背張ってる。あ、ホーム来た。おかしい、マジで。もう圧倒的すぎる差が。いや、もうね、なんか忘れてた。俺は忘れてた。攻めと本当に忘れてた。出たよ、龍の闇のつぶ貝見た。あ、つぶ貝。説明してください。お前しかおらんねん。そうそう。いや、ここも一番好きだったんですよね。あいつが一番好きだったけど。もう3位いったの。いや、忘れてたっていう残から攻めたと思ったよ。いや、本当に慣れてた。でも確かに、分かる。そうだね。いくっていいや。つぶやきみたいな。何その教え。うーん。すぐは分かるけど、なぜなの。男が出てる。隠さなあかん。
ジで怒られた。マイナス2されたもう無理、俺本当にやる、もうやる、やめよう、あ、出し、ストップしよう、ストップ出し。ということは、これ1マイナスだな。1はマイナスだね、全部食べきってないから。どうしようかな。じゃあ、ストップ。はい、はい、お疲れ様でした。バンザイドーキーズ。はい、結果発表。堂々の1位。はい、ありがとうございます。結果、36皿。バカも、もうちょっといけたかもしれないけど、ちょっと厳しかった。まだまだですね。ちょこれから大食い担当として頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、毎週チェックいきます。食べてて、せーの、でも小春は好き。